最後です。はい。ペンネームヤンさんです。映画は以前質問あったと思うんですが、一番好きなアニメは何ですか？アニメ。最近見たアニメで面白かったものがあればまた教えてください。アニメ見ますか？アニメはもうちっちゃい時に見てました。そのドラえもんしかりですよ。ちびまる子ちゃんしかり、見てました。特にドラえもん見てないね、ほぼね。じゃあそういう答えだとすると、こんな答えだと。ああ、今のアニメ業界もすごいですからね。呪術廻戦とかそういうこと。呪術廻戦もちろん。呪術廻戦はもう、はい、あれは次、まあ次多分ラストのシーズンなんですけど、はい、五条悟がどうなるかっていうのも今気になってしょうがない。そんとよう、なんでも本は読むしアニメも見て、いつそんなことも。呪術廻戦はやってるんですね。やってるんです。そう、本当そのギャグじゃなしに。ギャグじゃです。五条悟が。五条悟がどうなるか。うん、渋谷首都編ツアー。これがもう大変なことになったんですよ。見てるんですか？カメラさん見てる？見てるよね。合ってます。五条悟かっこいいよね。合ってます。あの禰豆子のやつですよね。違うわ。違う。それは鬼滅の刃。鬼滅の刃。あれもあの、あれも次が多分アニメシリーズで終わりじゃない。鬼滅の刃は今度はもう鬼舞辻なんだっけ、鬼舞辻。鬼舞辻。うん。まあ、なんかキャラクターがいるんですよ。そこへみんながこう来てってところで終わってるんですけど、これがどうなるかってもうちょっとワクワクしながら。今のアニメはすごい。鬼舞辻無惨。鬼舞辻無惨。あとはね、そうだね、まあその辺も好きだけど、今アイドルっていう、あのアイドルって何だっけ、あれは夜遊びが歌った主題歌が推しの子いやいや、今テレビシリーズテレビやってるんですよ。これも今だんだん真相に近づいてるんですよ。へえ、よう見てますね。あとはもうここ数年一番だと思うのは響けユーフォニアムっていう、まあ京都アニメーションの、まあこれは高校の、なんていうの、オーケストラ部、軽音楽部じゃなくてね、何部っつうんだっけな、あのブラバンじゃなくてね、なんかその吹奏楽部。あ、吹奏楽部。この間思い出しましたけど、ごめんなさい話故障で、はい、SKE の佐藤佳穂ちゃんこの番組に来てくれた。大学の話だった時、何学部って聞いたら、私吹奏楽部って言った。あれ面白かったですね。ああ、おめでとうございます。そんな感じちゃうね。違う違う。でごめんなさい、どうぞ。そうそう、その吹奏楽部にの、あの大前久美子ちゃんっていうのが主人公で、そのユーフォニアンっていう雑誌なんですよ。あ、雑誌ですね。楽器なんですよ、こういう、はい、あのなんていうのかな、ちょこのぐらいのこういうぐるぐるって回ってホールみたいな、はいはい、あれが地味な楽器なんだけど、はい、それを中学の時からやってて、高校で違う楽器にトロンボーンになりたいなと思ったんだけど、部活で誘われて、あとは経験者っつって、じゃあ UFO やってって言われて、そっからのそのまあすごい、まあ、野球の甲子園のように、はい、各高校の吹奏楽部があそこはエリートで全国大会で優勝して、でそこにこう金、全国金を目指してこう、まあいろいろ学部の友達いっぱい、はい、その高校生だから、はい、恋愛もありながら、女同士の、はい、いろんなこうちょっと駆け引きもありながら、将来プロになるっていう子もいれば、私にはプロは向いてないって子もいれば、はい、で誰がレギュラーになるのかっていうところでこうやっていくっていう、まあ素晴らしいです。へえ、まあ、すごいっすね。なんか、でも興味があるからどんどん。アニメ僕は大好き。僕は元祖はアニメ男ですからね。あ、そうなんですか。僕から始まったんですよ、アニメ。それ友近さんと春菜さんのなんかコントみたいな。俺だよアニメ作ったのみたいな。そうです。俺だよアニメ作ったの。僕から始まったんですよアニメファン。芸人さんがアニメを語るのが大阪の初めて。じゃなくて、アニメっていう、まず、
昔は僕らの子供の頃は、はい、それこそ巨人の星とかサムライジャイアンツとかね、そんな時代なんですね。そうですよ、そうですよ、ルパン三世とか天才バカボンとかそんなやってたんですよ、はい、その頃はテレビ漫画って呼んでたんです。へー、アニメーションって言葉知らなかった、誰も。つまりまず漫画が先なんですよね。漫画が先で、それがテレビになって、うん、テレビ漫画って、はい、でアニメーションって言葉はどっからできたかっていうと、はい、宇宙戦艦ヤマトが大ヒットしたんです、これは本放送では途中で打ち切りになったんです、はい、口が悪くて、うん、ところが5時半からの再放送で、うん、一気に中学小中学生が見て、はい、こんな面白いので当時にしてみると、はい、斬新だったんです、はい、宇宙戦艦ヤマトっていうのは、はい、なんでかっていうと、あの要するに怪獣とかロボットとかそういうのが出てこない、はい、人間ドラマだった。ヤマトは宇宙戦艦、うん、でデスラー総統っていうあのガミナス星からやって、はい、そこに試していくっていう話、松本零士原作、はい、でこれが言ってみれば大人も見る最初テレビ漫画として、なるほど、大ヒットしたんですって、うん、僕らはドンズボハマった、うん、ドンズバ、うん、でそれが中学小学校5、6年の頃ですね、はい、で初めてアニメって言葉がそっから、ま、テレビ漫画じゃなくてアニメ、アニメーション、あ、なるほど、でこれは誰が作ったかって、はい、当時アニメージュっていう雑誌があったんです。あった、あったでしょ、はい、ありました、アニメージュ、アニメージュ、はい、あれが言ってみればアニメって言葉を確立したよ一つのような、るほど、なるほど、これを作ったのが鈴木敏夫、え、ジブリの社長、ジブリの社長、愛知県出身、あれが編集長、あの、ジンベイ北親父、はい、あの人がアニメージュっていう雑誌を作り、はい、うん、一大アニメブームになって、宇宙戦艦ヤマトが劇場にかかったんです、映画館に、漫画が映画館にかかるなんてありえないって、はそれ僕は見に行きましたから、池袋の映画館に見に行って、はい、でさらにそれに拍車をかけたのがその第2弾、うん、さらば宇宙戦艦ヤマト、さらばとつく、さらば地球よ、佐々木勲ですよ、旅立つ船は宇宙船、はさらば宇宙戦艦ヤマトで、はい、古代進が森行を抱いて、うん、最後白色彗星にこう、うん、こう神風特攻隊みたいにヤマトごと、はこの最後のラストシーンです、さーっと宇宙の彼方に小さくなってるんですよ、はい、ヤマトが最後あらで光ったかと思ったらボーッと爆発音が、うわ、全員死んじゃうんですよ、だけど地球を守るんです、それでそれを宇宙戦艦ヤマト、さらば宇宙戦艦ヤマトを僕は映画館で、池袋の映画館20ぐらい行列、そんなにできて、当時まだシネコンじゃないから入れ替え制じゃないんですよ、あ、なんか2回見たい人は2回見てもらえる、そうそう、途中から入ると、はいはい、でそれで20ぐらいもう入りきらず、ああ2時間ぐらい待って、あの見て、でそっからのセルガがブームになったり、要するにアニメっていうのが、ああそうなんだ、でオタクっていう言葉ができたんです。オタクってなんでできたか知ってます？オタク、オタクに閉じこもって見てるからじゃないんですか？違うんです、アニメファンっていうのは当時、はいはい、セルガを売ってるところに、うん、はい、セルガって要はね、今もうセルガなんかないんですけど、はい、コンピューターで透明のなんかに、透明のやつにこうやって色つけて、はいはい、あれを売ってたんですよ、はい、例えば宇宙世界のセルガ、はい、使ったやつを、はい、でそれをね買いに行くんですよ、みんな、はあ、こんな紙袋いっぱいで、うん、メガネかけて太ってこんなのが、はい、だから要するに今のオタクです、うん、今で、でその連中があのそこで知り合った仲間に、オタク何買ったの、オタクさ、オタクとかって、なぜかそいつらは人のことをオタクって呼ぶ、オタク、オタク、君とかじゃなくて、君とか、オタクさみたいな、うんうん、そっからオタクってできたんです、はー、僕らその世代ですか、はー、だから俺がアニメファン、オタク第1号なんですよ、はあ、そっからガンダムなんだかんだかんだでどんどんアニメっていうのがジャパニメーションって、で昔は肩身狭かったですよ、アニメファンっていうのは、そんだけアニメ好きやったら、なんかこうアニメの声優とかや
やられたりとか。やりたいですね。今までやられたことは。僕はだからあのアイスエイジっていうね、あのディズニー。ディズニーじゃないんですよ。ディズニーがやりたかった本当は。はあ、まあこんなこと言っちゃう、はい、フォックスに悪いけど、はい、フォックスの方で。はい、でディズニーはモンスターズインク田中がやったんです。 あれが悔しくてね。鶴瓶さん、うん、鶴瓶さんじゃないですよ。さとモンスターズインク田中と、だっていい加減だあんた知識が鶴瓶がやってないよ。極めていい加減、うん、はい、石塚さん、石塚秀彦さん、うんうん、と田中がモンスターズインクで飴玉親父じゃないみたいな、はいはい、それをやっあいつにオファーが来て、ちくしょう、なんで俺じゃねえんだよっつってたら、アイスエイジっていう、ああ来た、フォックスの、うん、まあ言ってみれば俺怠け者のシドって役のやつをやって、うん、それはね、アイスエイジはパート2までだけど、はい、フォックスの方は、はい、モンスターズイングはパート2までだけど、うん、アイスエイジは5、6個作ってます。うわすごい、全部で僕は主役の怠け者のシド、はい、サーベルタイガーが、の役が、はい、竹中直人、うわすごい、でマンモス、うん、で氷河期の話じゃない、はい、でマンモスの役があの山寺浩一、この3人がメインで、アイスエイジ、これぜひ見てください。僕やってますね。やってます、素晴らしい、というアニメ熱まで、もう太田さんの知識、本、映画、アニメ任せてください。アニメ、あとな、形容も見てる。スポーツは、スポーツ、スポーツは NFL、 アメリカンフットボール、ね、あ、そうなんすか。そうです、僕は NFL の昔買ったファンで、もう解説っていうかゲスト出てもええぐらい。解説まではいかないけれども、何でも、音楽は何ですか。音楽は何でも聴きます。とにかくもう洋楽、あいみょんとか言ってましたもんね。あいみょんもアドも聴くし、あとはだからもう洋楽で言うと、まああのエリック・クラプトンとかオーティス・レディングとかサム・クックとか、まあディープ・パープルも聴きますし、もちろんアレサ・フランクリンも聴きますし。日本の歌手は、日本の歌手サザン、あ、そっかそっか、サノモトある。自分でスポーツやるのは、自分でスポーツやるのはだから前言ったかもしれないけど、少年野球で北のリトルパワーズの私は3軍の補欠すごい、いつ、そんな24時間ですよね太田さんも、生きてる時間、そえ違うんですか、あらいや、これはお見それしました、うん、いや素晴らしい、ありがとうございました。